どうも皆様ごきげんよう、コメです。それではペーパーズプリース、今回も続きをプレイしていきましょう。さて、前回の続きからですね、で11から入国管理省に強盗が入りましたよというところからですね。はい、影響は警備、盗難被害は数点、アンティグリア国内へ工作行為が発覚ということだそうです。では今回もいつも通り、入国を厳しく審査していきましょう。誰か入ってった今。何これ。アルチトツカ入国管理省広報審査官に次ぐ入管省への不法侵入のため陰影が侵害された可能性がある。重要なものは何も取られていないが、情報部によると偽造者たちはすでにアルチトツカ公式文書の偽造を開始している。正式印象の印があるべき書類は二重チェックすること。印象の不備または偽造印象である場合、規則書内の書類の章の該当箇所と関連付けや、あるたつかに栄光あれということだそうです。ハンコが何これ、名前になってる。ちょっと待って、で、どうすればいいのこれ。す、こういうこと。ステファニーグラ、ステファニー、こっちもさ、でもさ、印あったよね。こっちもなんか名前あんのかな。あ、ミカエル、ミカエルとステファニー、ミカエルとステファニー、まあ、とりあえず OK です。わかりました。じゃあ準備だけしておいて OK。 はい、じゃあ行きましょう。はいよ。さあ今日も厳しく審査していくよ。はい、いらっしゃい。はい、入国の目的は友人が会いに来ました。観光滞在期間は3ヶ月います。で12月、でこっちも12月大丈夫ですね。オブリスタンはメルジェロス大丈夫ですね。男性でちょっとおでこが広くて眼鏡かけている、大丈夫。名前等々が合ってるかどうか。はい、パスポートの番号は大丈夫ですね。あと、ちょっと待って、入国許可証の印がない。なるほどね、そういうことか。こういうことね。これがないのね。OKOKOK。はい、検知。さあね。OK、観察。油断も隙もあったもんじゃねえ。怖いねー。はい、次の方。ここは一応このページで出しておきましょうか。おお、おじちゃん、よう相棒、今日こそは完璧な書類で見てくれ。大変だった、安くなかった、わはは。買ったってこと言うんじゃないよ。オブリスタンスカール84年、大丈夫だね。82年12月、大丈夫。乗り継ぎ14日間、まあ目的は言ってないけど、まあいいでしょう。なあ、名前1大丈夫。パスポート番号、おう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 、いいんじゃないかい。今度はうまくいったっぽいね、ジョージさん。はい、よかったね。おお、お前最高、アルスタツカ最高、これやる。何これ。あ、これ実績なの。OK、ありがとう。はい、次の方。まあまあ、でもね、別に書類に不備なかったからね、まあ良かったんじゃないですかね。はい、あら、ちょっと男性なのか女性なのか分かんない人ですね。ただの観光です。滞在期間は31日1ヶ月前でしょ。82年12月 OK、 84年まで大丈夫。印は問題ないね。では名前が一致してるかどうか。データ1、パスポート番号は1、大丈夫ですね。合衆連邦令、コリスシティ大丈夫。男性、ちょっとなんか顔なんか違うような気するけど大丈夫かな。 OK、 よし、じゃあ許可しましょう。はい、 OK です。はい、お気をつけて。はい、次の方。あ、どうした。おはよう。おはようございます。高速、そういえばね、今日4人だよ。そう、10クレジット。手当悪くない、ちゃんと支払われてるよ。あれ、5クレジットだよ。これ足りないよ。あと5クレジットよ。ああ、分かっている。うん。女房が寝込んでな、近所でインフルエンザが流行っている。
薬買ったら残りはこれさ、おい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 、残りは今度また渡す。あ、じゃあお願いしますね。あと5クレジットね。はーい。まあね、別にあの不当に拘束してるわけじゃないからね。オッケーオッケー。とりあえず、まあ不審人物は可能な限り、おお、あの拘束していくっていう感じで、観光ですね。滞在期間は12ヶ月？12ヶ月？おかしくない？ね、違うんだけど。はい。本当か？滞在期間の長さ違いますよ。間違えました。2週間だけます。12ヶ月って1年よ。1年と2週間全然違うわよ。まったく。はい、データ1、パスポート番号は大丈夫ですね。82年12月大丈夫。で、84年、コレチアの、ベドール大丈夫ですね。女性の方問題なさそう。ハンコは大丈夫そうだね。はい、了解です。はい、OK です。はい、どうぞ。はい、次の方。大丈夫かな？大丈夫そうだね。オッケーオッケー。よしよしよし。あら、立派なおひげね。あら、ちょっと待って、引っ越す。永住ですか？永住なのはいいんですけど、労働許可証がありませんね。どうしました？それがいるんですか？はーい。いるんですよ。はい、さよなら。組織は知っている。組織は知っている？やばいやつやったかもしれん。反体制組織の人物だったかもしれん。組織は知っている。そういうことか。了解か。あ、まあでも私、国の犬なんでいいです。永住大丈夫。83年、83年大丈夫ですね。まず、じゃあ名前見ましょう。OK。データ1、番号は ?OK ですね。女性でコレチャレン、西グレスティン、大丈夫そうですね。はい。問題なさそうです。はい、OK です。ちょっと待って、待って。ハンコ大丈夫かこれ。車線ないよね。やばい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 やつやった。やばいやつやった。やばいやつやった。やばいやつやった。わーん。わーん。くそー。間違えた。やっちまったぜ。途中で気づいたのにな。ダメだ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 。はい、次の方。やっちまったな。拘束案件であれ。入国の目的は仕事です。はい。滞在期間は ?1 年滞在、就労1年大丈夫。スポーツ選手、なるほど。ハンコは大丈夫そうだね。OK。はい。OK です。これも車線が入ってるやつだから大丈夫だね。これいちいち見ないといけないの、きちいな。大丈夫だね。OK。よし。じゃあ、一個一個チェックしましょう。名前は不審。はい。別の名前があるのかい？違う名前があるんです。はい、OK、わかりました。はい、じゃあ指紋をお願いいたします。その間に別のをチェックしましょう。データ1、はい。いいですよ。はい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 。OK、データ1、大丈夫だね。これは問題解決？問題解決済み、了解。じゃあこれ邪魔なんで脇に置いといて、パスポート番号は大丈夫？ OK、リパブリアですね。リパブリアは、トゥルーグロリアン大丈夫ですね。84年大丈夫。82年12月大丈夫。84年大丈夫。OK、そうですね。はい、了解です。はい、どうぞどうぞどうぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。いらないな。はい。OK です。はい、用語さんあると使い。はい、次の方どうぞ。組織の人も見逃してしまったし。書類を。ごめんよ。まあいいや。速やかに読み、死者に返却せよ。最初の工作員は拒否された。次の工作員は3日以内に到着。同じ過ちを犯すなんて。もう私、別に協力するなんて言ってないんだけどな。とりあえず OK でーす。不審な男が金を持ってきた。燃やす場合チェックを解除。1000! これはさ、多分ダメなやつだよね。規則書のショートカット。規則書のショートカットかだけど。へぇ。まあ、チェック外して、じゃあお金燃やしちゃいましょうか。私はそういうのに屈しないんで。で、食費、暖房費はいらないね。オッケー。じゃあ、申し訳ないけど、ちょっと我慢していただきましょうか。住居人入、入国審査室改良。オッケー。はい。じゃあ次の日に行きましょう。アルストツカの歴史、写真と文章で綴る。なんかあんまり大きなニュースはなかったっぽいですね。12月4日。OK です。はい、うわー、びっくりした。
審査会におめる、おはよう、はい、おはようございます。気分はどうだね。まあ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 。いくつか聞きたいことがある。東グレスティン区画特殊捜査官。はあはあはあ、不審なグループが問題を起こそうとしている。反体制組織ですか？そのまんま検問所に来るだろうと君に聞きたいことがある。こんなものを見たことはないかね。どれ？グループのシンボルのようなものらしいよ。これですか？これ？これ？何か知らせ。はい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 。あげるあげるあげる、はい。はい。ねえ、目の前にある。ねえ、目の前にある。目の前にある。ねえ、持ってって。ねえ、バッジと紙を返せ。バッジと紙の前にこれ渡して。はい、ほら、これはな、これはなんだ。これはなんだ。興味深い。そう、これ持ってきた人いるの。ねえ、うむ、極めて興味深い。そうそう、これ持ってきた人いるのよ。私と一緒に来るんだ。なんでや。はい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 。あなたは不審な組織に協力して容疑で逮捕された。なんでや！情報庁はあなたの最近の行動に対して徹底調査を行うことになる。アルツスカに栄光あれ。これでおしまいか。20種類中3番目エンディング。え、これで終わり？マジかよ。おい、私ダメだったパターン。もう一回やるよ。はい。あれで私ダメなの？俺は通報したつもりだったんだけどな。え、協力っつったって、だって俺何もしてなくね。はい、審査官よ、おはよう。はい、気分はどうだね。さっき不当に逮捕されて私すごい怒ってます。はい、いくつか聞きたいことがある。はい、不審なグループが問題を起こそうとしていると。うん、そうみたいですね。ペッペッ、はい、君に聞きたいことがある。はい、何でしょう。こんなものを見たことはないかね。ああ、グループのシンボルのようなものらしい。へえ、何か情報を得たら知らせろ。はい、わかりました。はい、返事は、はーい、はい、はい、どうぞどうぞ。お返ししますよ、お返しします。はい、早く帰って。はい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 、このグループは極めて危険だ。少しでも異常があれば直ちに報告しろ。報告した瞬間逮捕されたんだよ、お前この野郎。不当だ、不当だこの野郎。はい、アルストツカ国民ですね。はい、待ってね、これね、 ID カードの発行場所もね、しっかり見ないといけないね。レンディフォールマー、レンディフォールマー、大丈夫そうですね。名前を確認しましょう。はい、大丈夫？データ1。97キロ、身長は180弱、178、大丈夫ですね。誕生日35年7月11日、問題なし。で、東グレスティンで発行されている、それも問題なし。男性ですね。はい、大丈夫そうですね。はい、OK です。はい。ちょっとサンプルの位置ずれてごめんなさい。はい。はい、次の方どうぞ。いやー、びっくりよ。はい、書類を。はい、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 はい。お、またアルスタツカ国民ですか？ファーですと、ファーですと、ファーですと大丈夫ですね。名前を確認しましょう。名前 OK、問題なし。はい、大丈夫ですね。82キロ、身長192キロ。ちょっと待って。身長おかしくないか？なんでこっち、よく、え？どうしてくれ？どうした、どうした、どうした？80年東グレスティン、問題はなさそうだけどね。はい。別名登録はなし。指紋違うんじゃないか、これ。はい。どうした、どうした、どうした？どうしてくれ。ちょっと待って。なんかもしかしてこれか？ミカエルなんたら。サーラートゥブ。全然違うじゃないかよ。グッバイ！まったく余計な時間を取らせやがって。通してくれ通してくれってめっちゃ言われたけど、どういうことだったんだろう。はい、次の方どうぞ。はい、いらっしゃいませ。はい、またアルストツカ国民だ。はい、ベシーロ、ベシーロ、ベシーロは大丈夫だったと思う。はい、名前の確認大丈夫。体重90キロ、身長185センチ。まあまあいいんじゃないですかね。47年8月16日、誕生日1、84年まで大丈夫。オーベクウォーノ、オーベクウォーノ大丈夫ですね。男性メガネ。まあいいんじゃないですか。はい。OK です。はい。
あなたたくさんの人に会いますよね。エンジニア探しています。お願いです。私の名刺をエンジニアに渡してください。数日後また来ます。エンジニアの問い合わせ一件につき5クレジットを渡しました。エンジニア、あー、エンジニア職人さんを探しているのかい。めっちゃ名刺置いてったね。わかった。はーい、ここに置いとこうか、邪魔だから。はい、1枚だけここ置いとこう。はい、 OK。 入国の目的は、はい、他の国に乗り継ぎです。はい、滞在期間は2週間14日間大丈夫そうですね。名前が一致してるかどうか確認しましょう。はい、じゃあパスポート番号は OK ですね。82年12月26日大丈夫。83年大丈夫。リパブリアですね。リパブリアボスタン大丈夫ですね。男性 OK。 まあ顔もまあ問題ないんじゃないですかね。待って、ハンコ大丈夫か。ハンコ大丈夫そうだね。 OK、 OK です。はい、OK。 はい、さよなら。はい、次の方。就労で来ていて、労働許可証に、エンジニアって書いてあったらって感じかな。永住ですね。仮面飾ったのは何ですか？評価。そうなんですよ。すごい。これって賞状もらえるんですね。そうなんですよ。私のね、目はね、ごまかせないんだな。永住、82年12月29日、83年大丈夫ですね。オブリスタンのローンダーズ大丈夫ですね。男性33年。まあ、大丈夫じゃないですかね。問題はなさそうですよ。はい、OK です。はい、別の飾ってもら、飾ったらどうですか？安物のおもちゃみたいですよ。うるせえ。お前、褒めておきながら途中でけな、いきなりけなすんじゃねえよ。手のひら返しひでえな。あらあらあら、おたふく風ですか？はい、通り過ぎるだけです。滞在期間は2日間だけいます。OK です。はい。名前は、はい、一致してますね。パスポートの番号は、ちょっと待って待って待って。データ一応 OK。アンテグリアで、グロリアン大丈夫ですね。83年までで、82年12月大丈夫ですね。女性グロリアン。ちょっと顔が違うんじゃないですかこれ。はい。手術しました。はい。じゃあ、指紋を見せていただきましょうか。その他には、別に不審なものはなさそうですね。データ1大丈夫そうですね。はい、OK です。はい。はい、どうぞ。はい、はい、OK です。はい、問題を起こさぬように。はい、次の方。まあまあ、好調じゃないかい？なかなか。うん。はい、書類を。おうおう、エンジニア、入国の目的。はい。仕事滞在期間6ヶ月。なるほど。まあ、とりあえず、この人が不審人物かないかだけはちょっと確認取らせていただこうかな。OK。名前は問題なし。パスポート番号も問題なし。82年12月27日で83年までで、83年まで大丈夫。で、リパブリアかなこれは。リパブリアで、レズナラディですので、男性で、顔写真も問題なさそうですね。了解です。OK です。はい、入国。まあ、これちょっとね、名刺もはい、あげますよ。はい、何ですかこれ。そう、お仕事探してるんですよ。はい。まあ、ちょっと興味があったら、電話してあげてください。はい。次の方。次の名刺も用意しておきましょう。はい。ちょっと察しが薄そうな女性の方ですね。友人会に観光ですね。どれくらいいるんですか？ 2 ヶ月 OK です。名前の確認大丈夫ですね。はい。OK、OK。パスポートも問題なし。82年12月16日、84年。インポールで、はい、はん、大丈夫ですね。女性の方、写真も問題なさそう。入国許可証も斜線入ってますね。OK です。はい。OK です。入国を許可します。はい。お気をつけていってらっしゃい。はい、次の方。とりあえず今日は何も問題は起こっていないですね。OK です。はい、書類をお願いいたします。はい、合衆連邦の方ですね。車線入ってますね。大丈夫ですね。滞在期間2週間だけ OK ですね。滞在期間等に矛盾はありませんね。パスポート番号も、ちょーい、何？あっはっは。さっきの女性か？わー。やっちまったな。はい、12日目。はい、テロリストの襲撃により本日の業務は中断された。息子の、病気の息子が薬を必要としている。7等級に住居、電気を、可能など。不審な男が再び金を持ってきた。燃やす場合チェックを解除。2000。1000じゃ足りなかったのかっていうことなんですけれども、いや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 、そういう問題じゃねえんだな。ちょっと貯金切り崩すけど、しょうがない。寒がってるし、お腹空いてるし、病気だし。うん。必要な村、新たな爆弾犯警備をすり抜ける移民に対する不十分な検査体制。
入管省に新長官就任。うん、なるほど。はい、どうでしょうかね、どうなるんでしょうかね。いらん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 。あ、ここ綺麗に並んでる。これはこのまま置いとこう。新長官は外国、あ、審査官に次ぐ調査、新長官は外国人に対する検問水準に不満を持っている。本日付で全外国人入国者に対し、身長、体重、外観の特徴を記載された最新の身分証明補足書を提示することが義務付けられた。規則書内の書類の章を更新者、アルスタス君、栄光あれ。ということで、新しい章ができたらしいよ。マジで。ちょっと待って。身分証明補足書。はい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 。これか。身体特徴を確認。指紋記録が使用できないときに限り、ああ、多い、ああ、確認。短期間の限定、有効期限、慎重に確認。そういうのも必要なんですよね。OK です。わかりました。まあ、とりあえず、じゃあこれはちょっとここにしまっといて。はい。じゃあ行きましょう。あら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 。だいぶお太りになられておりますね。他の国に乗り継ぎで2週間だけ大丈夫ですね。体重73キロ、身長171センチ、まあいいんじゃないですかね。太り気味、指紋。12月13日まで大丈夫。12月27日大丈夫。84年大丈夫。コレチアで、ベドール、問題なさそうですね。太り気味の女性、はい、問題ありません。とりあえず、名前等に矛盾がないか、一応確認をしていきましょう。パスポート番号も大丈夫ですね。OK です。はい。OK です。はい、爆弾等で自爆しないように。はい。それでは次の方。OK です。あんな感じで見ていけばいいのね。体重、身長もしっかり見ていかないといけないというのはちょっときついね。はい、入国の目的は移住。じゃあ、永住ですね。OK です。名前等と、あと番号。はい。問題なし。大丈夫ですね。177センチ。ちょっと身長高くない？データ1大丈夫か。87キロ。待て。この短期間しか有効期限ないのに、この体重3キロも増えてるっていうのはどういうことですかね。コレチア、ベドール、男性、83年大丈夫ですね。これ以外は別に問題ないんだけどね。なんか変なもの持ち込んでせえ。結構太ってんね。あったー。これはよろしくないね。はい。はい、武器3つ持ち込ませるなということなんですよ。わかるんですか？ええ、もちろんわかります。拘束！これで拘束人数がまたさらに1人増えましたね。あと、ごクレジットを早く払ってもらわないとな。これ、ここ置いとくか。めんどくせえから。あら。おはよう。2人拘束したな。うん？うん。この間の分は？あれ？ごクレジット？多くはないかな。うん。まあいいでしょう。はい。はい、次の方。なんかいろいろ足りてない気がするけど、俺の計算間違いかな。まあいいでしょう。入国の目的は乗り継ぎ。乗り継ぎ？ちょっと待って。観光って書いてるよ。大丈夫か？おい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 。観光ね。はい。名前一致していますか？ OK ですね。パスポート番号は一致していますか？大丈夫ですね。有効期限83年大丈夫。82年大丈夫。で、84年まで大丈夫。で、インポールで廃藩問題なさそうですね。うん。精悍な顔立ち大丈夫。短髪78キロ、身長180センチ。これは問題なさそうですね。大丈夫じゃないかな。よいしょとよいしょ。あ、これあれか。これ、判子を押さないと渡せない感じか。OK です。はい。お気をつけて。はい、次の方。はい、はい。合衆連邦ですね。ここで仕事があります。はいはい。1ヶ月の予定。就労1ヶ月。
83年大丈夫、83年大丈夫、12月の10日ギリ大丈夫、83年まで大丈夫、めっちゃ見ることいっぱいあんな、合衆連邦シングルトン大丈夫、まあ、それぞれ名前が合ってるかどうか、名前合ってる、こっちは合ってる、パスポート番号は、うん、よったー、ちょっとこれどういうこと、そんなはずありません、正規の書類です、コーサーク、まっ偽造パスポートじゃねえか、出ろ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 、はい次の方、はい、まったくよからんことを考えるやつら、スポーツ選手だとふざけやがって、はい書類を、あれよ兄ちゃん、はい ID カードなくしまったんだ、誰かロッカールームから盗んだみたいな、でもな社員勝ったんだ、家帰るの持ち主しよう、んなんこれ何年も持ってたけどやるよ、いらねえ、バイ、いらねえいらねえいらねえ、このこと個人も伝えっかんな、別にいいよどうでもいいよ、伝えたきゃ伝えればいいだろう、はい書類を、はい労働、おエンジニアですか、仕事をしに来ました、はい滞在期間は4週間います、1ヶ月就労、大丈夫そうですね、とりあえず名前等々ちょっと問題がある人かどうか確認していかないとね、データ1、これもデータ1、パスポート番号は問題なさそう、はい OK ですね、就労1ヶ月、82年12月大丈夫、84年まで大丈夫、83年大丈夫、12月14日まで大丈夫、直毛単発、直毛単発、直毛単発っていうかこれ、データ1大丈夫か OK、93キロ、身長189センチ、190前後なので、まあ大丈夫でしょう。で、インポールでツンケード、ツンケード問題なさそう。OK ですね。はい、了解しました。OK です。渡して、渡して、渡して、この名刺も渡して、はい、お仕事探してる人いるら、あ、お仕事探してるんじゃなくて、職人をね、探してる人いるんで、まあ興味があったら電話かけてあげてください。はい、次の方どうぞ。あらあら、立派なお頭ですね。乗り継ぎで通り過ぎるだけですよ。2日間だけ滞在します。パスポートはどうした、パスポートは、うん。はい、早めに出してね。アンテグリア。OK です。乗り継ぎで2日間だけ ?OK、乗り継ぎで通り過ぎるだけ。はい。で、薄毛、そうですね。76キロ、身長172センチ。本当に172センチかそれ。大丈夫、データ1、はい、問題ないそうです、全部有効期限大丈夫そうですね、名前とパスポートの番号が一致してるかどうかちょっと確認していきましょう、大丈夫かな、でアンテグリアで性丸めろ大丈夫ですね、男性で84年、うん、まあいいんじゃないでしょうか、はい OK です、はいお気をつけていってらっしゃい、はい次の方どうぞ、いい感じよいい感じ、はいよいしょと、はい、書類を、はい。アンテグリアですね。乗り継ぎですと。はい。2日間だけいます。うん、大丈夫そうですね。全くうんざりですよ。取るの大変なのに数字しか使えなんて。あれそうすると、どんどん物事を面倒見せる。うん。だいたいなぜ国境を開いたんだ。でもあなた乗り継ぎでここ来るんでしょ、国境開かなかったら困るのはあなただと思いますよ。そういうね、余計なことは言わなくて結構です。アンテグリアでアウターグラス大丈夫ですね。80まで大丈夫。80、12月まで大丈夫。12月27日まで大丈夫。ボブで、62キロ、178キロ。まあでもね、こういうね、肉まり口叩く人ってね、大体大丈夫なんですけれども、ちょっと待ってください。写真と顔がちょっと一致してないんじゃないですか。データ1大丈夫。申し訳ございません。これボブっていうの、この髪型ボブっていうの、データ1らしい。OK です。はい、問題ありません。突き返したかったなぁ。ワイルドに金使った方がマシだよ、面倒じゃないし早い、大丈夫だった、大丈夫かその思考回路、ワイルド使ったらな俺から即刻で拘束されるからな、おっと久々のアルツトツカジン、ボゼンビーストかな、これはボゼンフィールド、ボゼンフィールド大丈夫そうだね、はい名前一致していますかね、大丈夫、おっと40、おっと待ってください、はい体重が違うんじゃないのこれ、はい。チェック。で、誕生日39日、8月18日、問題なさそう。83年、東グレスティン。ここも問題なさそうですね。女性の方なのかな、これは本当に。一応女性ですね。不審物。おい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 。怖い怖い怖い。手榴弾大量。
見えてるんですか？見えてますよ。はい、カオサーク。怖い怖い。はい、さよなら。OK です。OK、みんな OK だから、じゃあ暖房費、食料費は、まあ、ちょっとカットして、まあ、ちょっとだけ貯金ができたような感じですね。はい、13日目これで完了です。犯罪者の温床化、アルスト使いに不審の声、アンテグリア告発者、リパブリアへ亡命ならず。なるほどね。 OK です。じゃあとりあえず今回はここまでにしておきましょうか。まさかのね、もうエンディングを迎えてしまうという結末になってしまいましたけれども、まあ、そのままちょっとじゃあ反体制派組織に協力もせず、だけど自分はまあちょっと関わりがあったことっていうか、無理やりなんだけどね、関わり持たされたことも、なんかその辺もちょっとバレないように立ち回っていくっていうスタンスでちょっと行こうかなと考えております。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。